トウモロコシ畑でギラリと光る目をカメラに向けるクマ昨日夜遅く南区藤野の,の住宅の庭でクマがトウモロコシを食い荒らす様子を HTV のカメラが捉えたものです一夜明けた今朝もこの現場から400メートルほど離れた住宅で庭に植えられたトウモロコシおよそ50本が食べられているのが見つかりました足跡すらクマを見たことない島はね ここ中学なんですよ。うんうん、今の子どもって部活で遅いからだしかないんかなって思ってます。うんうん、市は明日までに箱穴を設置する方針です。